んにちは、カワポンです。2023年度に全学部入試を考えている受験生も多いと思います。1回の試験でどの学部にも申し込めるのでお手軽な反面、個別学部入試と比較して定員も少なく倍率も高めになります。今日は2022年度の画面の4つの大学の全学部入試と個別学部入試の2022年度の定員と志願者と志願倍率を比較してみました。すべての学部を合計した数字になりますので、学部ごとの詳しい情報はホームページで確認してください。なお、志願倍率は志願者を定員で割った数字になります。受験者を合格者で割った合格倍率とは異なりますので注意してください。志願倍率の方が当然高い数字が出ます。ではまずは明治大学から見ていきましょう。定員については個別学部入試に比較すると全学部の定員はかなり少ないですね。明治大学の全学部入試は人気が高く、志願倍率も高くなり26倍となっています。個別学部入試の志願倍率は15倍ですので、かなりの開きがありますね。よって明治大学は個別学部入試と比較すれば全学部入試はかなり狭き門となっていますので、厳しい戦いになると言えますね。次に法政大学を見てみましょう。ここも全学部入試と個別入試で志願倍率で大きな差が出ています。また法政大学の全学部入試は2教科での受験が前提になります。文系であれば英語と国語で受験できますので、受験科目のハードルが低く受験しやすいのも特徴になっています。志願倍率も全学部入試と個別学部入試で10倍の開きがありました。全学部は厳しい戦いになると言えますね。次が青山学院大学になります。注目していただきたいのは定員です。全学部入試の定員が637名、個別学部入試の定員が2080人と、他の大学と比較すれば全学部入試の定員の割合が多めとなっています。学部によっては全学部入試の方が定員が多い学部も存在します。そんなこともあり、全学部入試の志願倍率は19倍と明治大学や法政大学と比較すれば低めになっています。個別学部入試の12倍とそこまで差はありませんので、青山学院大学の全学部は比較的戦いやすいと思います。最後の中央大学を見てみましょう。ここの全学部入試は正式名称は6学部共通選抜入試という名前で、理工学部と国際情報学部は受験できません。2022年度についてはこの方式はそこまで人気が高くなかったです。志願倍率は18倍でした。2023年度は少し分かりませんが、この数字だけで判断すれば受験してみる価値は十分にあると言えそうですね。ということで今日は以上になります。あくまで2022年度の数字になりますので、2023年度は大きく変わる可能性もあります。ありがとうございました。